はじめまして、日本史講師竹内睦弘です。今日は弥生時代と古墳時代について語りたいと思います。まず弥生時代と古墳時代のイメージ、こちらは多分多くの人が勘違いをされていると思うんです。なぜか僕たちのイメージの弥生時代は、僕の子供の頃ですが、稲作ができてみんなで豊かな農村って感じだったんです。しかし現実の弥生時代は違います。水稲耕作によって富の蓄積と富がない人間たちがいるわけですから、はっきり言いましょう、戦争です。戦国時代が始まったんです。いかがでしょうか皆さん。戦争が始まってしまうとなると、どうやって勝つんですか。負けたら奴隷ですよ。負けたら奴隷ですよ。殺されるから奴隷ですよ。どうやって勝つんだ。どうやって。どうやって勝つんだ。皆さんどう思われますか。負けたら奴隷になるんですよ。男も女も奴隷になるんです。負けないためにはどうするか。それは村々が連合することです。強力な武器を作るっていう発想があれば別ですが、そこまでの発想がなければ外交っていうのは強いやつの方が強いんです。軍事力が、外交というものは軍事力が強いものが強いんです。じゃあその軍事力の元になるものは一体何なのかってことです。まあ現在で言えば教育です。教育があるところに経済が発生します。当時の教育というのは農耕です。つまり水稲耕作ができた、その農耕ということができたということによって、まあ経済、教育、経済の教育ですね、元の、要するに農耕になったんです。それまでもちゃんと農耕ありましたよ、我が国は。実はただ、稲作だってあったんですよ。でも水稲耕作みたいにちゃんとした農耕じゃなかったんですよ。自生した稲を取るっていう、まあ狩猟、まあイノシシ取ったりとかね、貝を取ったりとか魚を取ったりと同じように山に行って稲を取るというようなことでした。まあ山の掟っていうのもあります。全部根こそぎ取ってはいけないと掟がありました。根こそぎ取ったら次育たないから、縄文時代に分かったんです。だから移動したんですね、縄文時代には。ところがこれを工業化と言っていいでしょう。はっきり言いましょう、田んぼを作るっていうのはあれは工業に近いと思います。要するに例えば自然というと田んぼを浮かべる人が多いですが、あれ自然じゃなく人工ですよ。田んぼというものはあれは自然ではなく人工です。その中で高級的って言う、高級的って言い方はちょっと 大げさですが、きちんとまあ供給できるようになった。でも土地によってはそれを作れないところがある。そうすると敵と戦うと負ける、だから戦うということが起こってしまった。実は弥生時代は戦い起きてます。それはもうこの後しゃべります。まあ今この時間は総論をしゃべってるだけです。その後各論に入りますから。まずそういうこと、弥生時代は僕たちが思ってるような牧歌的な世界じゃなかったんです。戦国時代です。はっきり言います、戦国です。そして村と村が協力し国となり、国と国が連合国家を作った、それが邪馬台国になります。今日のテーマは邪馬台国が一つです。
さらにその邪馬台国は読みを悪く邪の馬の台と書かれてますが、荒井白石が言いました。邪馬台国とは邪馬台の国と呼ぶべきだと、つまり朝廷のもとができたと判断できます。その象徴が世界最大の古墳、仁徳天皇陵です。世界最大ですよ。クフ王のピラミッドよりもでかく、秦の始皇帝陵よりもでかい墳墓を持ってたってことは、しかもそれを作れたということは、それだけの科学技術があったということです。それが我が誇れる日本ですという話を今日していきたいと思います。ちょっと熱くなってしまいましたが、縄文の場合はねワインとかなんですけどね、日本が世界で最初にワインを作ったとか、最初にリゾットを作ったとかっていうねことを言えるんですよ。自慢できます。だって土器があったんだもん。土器なかったらできないもん。しかもワインっていうのはブドウぶち込んだらすぐ作れるじゃないですか。でも日本酒っていうのは天のね方から来る水、山から流れてくるいろんなことでミネラルがあって、地の恵みがあって、その後人が作るんですよ。それを加工して米を作る、ね、88円の手間をかけて米って書くじゃないですかね。米って字は88円の手間をかけるって意味ですから。俺の本落ちた、売れなくなったらどうしよう。竹内の日本史書いて覚える戦略使いボードという本なんですが、こちらの、結構こう変な顔を描かれてますが、これでやってくれたらスマホでも読めます。そのようになっています。あ、動画が見れるんです。そのように作っております。まあ一応説明の方は僕、中身も全部僕です。これはで書いてますので、あとおすすめの本はやはり、この間出した、歴史問題のぶった切るってやつですね。こちらは東京大学教授だった、藤岡信勝先生と私竹内睦弘と、そして、友人のクラちゃんが、クラちゃんもちゃんと大学の先生なんですけどね、が書いてますので、こちらはちょっと面白いと思います。あと全然興味ない人のためにでも僕のファンだったら買ってくれてるという変な本が、政党竹内文書の謎という学研から出てる本です。こちらはまあ正直オカルトです。スピリチュアルとかオカルトの世界です。ですがまあ、どうでしょうね、日本史を勉強しようという方でしたら、こちらは動画で見れますので、で実際はFacebook でも動画出してますので、こちらいいと思います。まあ最近出した本だとやっぱり、倉山先生と藤岡先生と出した、歴史問題をぶった切るっていう本が良いと思います。2人とも大学の先生ですからね、結構まともな内容になってます。僕もあんまりむちゃくちゃなことやってません。倉ちゃんは僕のことをいつもリーサルウェポンと言ってますが、俺はもうちょっとマシなんだけど勘弁してくれよって感じです。さあそれではいよいよ本題入っていきましょう。まず弥生時代と古墳時代ですね。はい、弥生時代です。弥生時代とは何でかというと、
弥生式土器の時代ということです。弥生式土器の時代というのはどういう意味かというと、この弥生式土器が最初に発見されたのが東京都文京区本郷弥生町で発見されたからです。その一番最初の土器は現在は東京大学の農学部に、展示されています。弥生一号土器です。ですから発見されたのがもし、高田の馬場だったら高田の馬場時代になってます。もし池袋だったら池袋時代になったんですよ。実はそういうことで、これは地名なんです。これ弥生というのは地名なんです。これまあでもいいところで発見されましたよね。そう思います。音楽式土器については、結構いろんなことが分かったんです。これは稲作がもうすでに稲作というか水稲耕作が伝播したことが分かってるんです。水稲耕作、要するに分けてください、自生の稲もあったんです、すでに。縄文土器にもうはっきり言うと縄文時代にど真ん中の中期でも稲は発見されてます。稲は縄文中期にももう発見されてるんです。ですが自生の稲ですが、それを人工的に作り上げたっていう傍証ということです。僕実は国史学科じゃなく実は法学部政治学科なんで法学部なんで傍証ということはすごく重要視してます。どこで証明するかということを、すごく重要視してます。ですがすでにラインをしっかりと分けて、すでに縄文にはあったと、稲は。でその後ちゃんと工業的に作れるようになったのが弥生時代だというふうな判断です。で弥生時代のスタートはあくまでも弥生式土器のことだと理解してください。そしてこの時金石併用時代でした。金属器と石器を併用しました。ちょっと今日石器を持ってくの忘れましたが、石器というのはかなり便利なものですから、以前喋ったかもしれませんが黒曜石もらってポケットに入れたらいきなりブシューってね、ズボンが破れて血まみれになった事件がありました。黒曜石はね半端ないんですよ。カミソリはある程度ね人間のねひげ剃る時の保護のためにねある程度のレベルでしょ。黒曜石は自然ですからね、こちらに対して無関係ですから、ブワーって血流れましたよ。危険です。とっても危険ですから気をつけてください。そして青銅器と鉄器なんですが、これのポイントはですね、ごめんなさい、普通は青銅器時代鉄器時代となんですが、日本は同時に青銅器と鉄器が来たんです。ある意味なんでかというと使い方を分けてるんです。青銅器は祭器、お祭りに使うんです。お祭りに使うんです、祭器です。鉄器は武器です。まあこれはどっちかっていうと日本が、向こうの方にシュメールに行ってスメル族、シュメールですよね、スメル族が日本に戻ってきた時に伝えたと思います。ヒッタイトが強いかな、部族的にはヒッタイトが鉄器を伝えたと思います。それは鉄器に勝てるわけないですよ。陶器なんかもうボーンって折れますよ、あんなもん。そうですね、ヒッタイトかな、イメージ的には鉄器はシュメール、ヒッタイトのあたりですね。青銅器は祭器で、ヤマト族は結構強かったんですよ。ヤマト族はあんまりそういう戦いをしないんですよ。弓矢と船、世界史上謎の民族で海の民というのがいます。これがヤマト族と思われます。